番杉、3番の鈴木博士が一旦切りまして、高橋和也車を引いて、2番の小松崎太一は難関勢の後ろ4番手追走です。高橋和也5番手に車を下げて、ジャン前から巻き返していきます。6番の高橋和也すんなりとジャンで出まして、1番の浅井康太が無風で回れるかどうか。3番の鈴木博士番手に行きました。浅井康太の位置に行った。しかし5番中村は一歩遅れている。最終周回です。浅井康太がどうでしょう、番手しのげるかどうか。まだ並走ついている。しんがりから2番の小松崎太一が巻きってくる。小松崎の一発が決まるかどうか。浅井康太まだ競っている。2コーナーからバックです。小松崎まくっていきますが、浅井が出ていけるかどうか。バックから3コーナーカーブで向かっていく。先頭高橋和也、小松崎太一がまくってくる。浅井はちょっとほど後ろに遅れているかどうか。逆転なるかどうか。さらにこの後ろから4番の神田、直線コースへ向いてくる。まくった2番の小松崎太一、小松崎先頭か。小松崎しかし浅井康太捉え切ったか。してたし、ヒロシの動きもそういう感じだったね、道中に。まあ、あとは、まあ、自分がしのぐだけだと思ったし、最悪ね、あの小松崎さんのまくりもあると思ってたので、まあ、それに合わせて出るか仕事するかっていうふうに思ってたんですけど、行かれてしまったんで止めに行ったら、まあ、その中でもう一回後方に返して行きましたけれども、あの最後中来たのが中村さん、ミスミドだったんでね、まあ、ちょっと行かれたかなと思ったんですけど、なんとかしのぎました。あの最後こういう風に締めくくれたこともすごい嬉しいし、あの、まあ、F1 ですけど優勝して、あのファンの皆様にあのヘルメット投げてね、あのクリスマスプレゼント代わりにあのヘルメット投げさせてもらったんですけど、まあ、本当に毎回投げれるような選手になれるように、あの今後努力したいと思いますね。今日は大声援でしたね。まあそうですね、あの本当にありがたい声援ばっかりなので、あのしっかりその声援に応えれるトレーニング、もしくはね、あの自分なりにあの進んでいってタイトル取りたいと思います。山田さん、今年1年間応援ありがとうございました。また1年間お疲れさん。ありがとうございます。